はい、スタートしました。今回こちらの方になってます。8月の最優秀裏川柳発表ということで、はい、ゲストは山中一郎さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。今回なんですけども、8月激動というかすごい試合ばかりの4試合、特に劇的なことがいろいろ多かったですよね。内容が盛りだくさんなので、まず8月の10日なんですけど、ルヴァンカで第2戦の浦和 VS 名古屋、こちら 3-0 で勝ったんですけども、一番のトピックはこちらです。2年半ぶりの声出し応援解禁、はい、こちら山中さんどうでしたか。どっちに、僕の方はあの南側自由席なんで声出しするようなからじゃなくて、北側を真向かいで見てるって感じなんですけど、声出しがやっぱあるないではね、盛り上がりとかそのテンションの上がり方が違いますよね。それしょうがないですね。あー、ついにまた戻ったなっていう、非常に感じますよね。これは、うん、会場全体は満杯じゃなかったですけど、こちらから見て完全に北側のゴール裏っていうのは、当然 50% とかそういう規制あるにしても、こっちから見て完全に満杯に見えるじゃないですか。満杯の人たちが声を出すとね、迫ってきますよね。それはね、確かに音圧っていうんですかね、圧がすごかったですね。暑はね、前だったら慣れてたのに、うん、しばらくね、ちょっとね、体が慣れてなかったんで、そうこうだったんだなっていう感じがよくわかりましたね。でそんな中で、じゃあ山中さんがコラムの方に書かれている川柳の中で一つだけ発表をお願いいたします。いや、これはもうそれのことをそのまま歌ったんですけど、声出しの解禁が来た超満員。北っては北側ってことでね、声出しの解禁が北超満員でですね、北側があれだけ満員で、もう声出しの解禁でこんだけ圧があるんだっていうことをね、やっぱり思い出したっていうことで、非常に象徴的な試合でしたね。こちら川柳の中で優秀川柳の方を発表させていただいてまして、山中さんの今回の名古屋戦のコラムのコメント欄に皆さん書いていただいた中から、はい、一番いいね数、引くダメ数の一番多い数が優秀川柳になります、はい、じゃあ発表お願いいたします、はい、浦和の子熱き夢見て再スタイル。この試合で伊藤敦樹選手が2点を決めてるっていうところとうまくかけてるってことですかね。熱き夢見てるってことでですね、それはもう2点決めましたからね。もう3点のうちね、駒場の近くに住んでいたという伊藤敦樹選手ですからね、意外ともう点決める人だなってつくづく思いましたよね。結構いいところで決めてますからね、ここのところ。そうなんですよね、ここからどんどん決めていきますからね。その他に山中一郎賞ということで、そのコメント欄の中から、はい、いいね数とは関係なく山中さんがビビビと来た中から一つ選んでいただくというか、はい、本物のラストピースはちゃんとなる。なんだかんだ言ってやっぱちゃんとが一番ラストピースだなっていう感じがね、この試合に関してよくしましたね。この後もね、その結果的に見てもそういう感じですからね。今回次は8月19日の金曜日、ここから ACL が再スタで行うことになりまして、そうですね、1回目はジョホール、こちらがマレーシアの代表、しっかりしたチームだなと思うけど、やっぱ 5-0 で勝てるっていうことは、まあ慈悲が違うんだなっていうのは思いましたけどね。でこんな感じで再スタで ACL スタートという感じ、全部行かれたということですよね。まあ行きましたね。ジョホール戦の川柳をコラムの方から、はい、またしても北欧トリオで大勝利。そうするとモーベルクとユンカの3人で5点決めたんですからね。そうですね、今回この試合に関しては北欧の皆さんに感謝ってことですけどね。その中から優秀川柳の発表を、夏の夜の5発の弾道をちゃんと見た。ちゃんとっていう言葉をね、当然使うのはありなんですけど、どこで使うかっていうんで割とセンスが問われそうなんですけど、この場合はもうちゃんと見たっていうことでですね、あ、これはこれで、うん、しっかりハマってるなという感じがしますよね。うまいですね。非常にうまいですね。その他にジョホール戦の中から山中一郎賞の発表、もう一個ですね、足つれど声は出せるぞゴールラ。声出しで盛り上がったっていうことがあるんですけども、うん、本当に10日にしても19日にしても本当にね、やっぱ声出しっていうのがあるないでね、場内の雰囲気が全然変わっちゃうっていうのはやっぱ確かに感じますよね。これしょうがないですね。 ACL の準々決勝の方が月曜日に行われまして、はい、こちらがパトゥームというタイの代表ですね、 4-0 で勝ちました。 で、ね、でトピックとしましては、はい、パトゥームの監督が日本のテグラモリさん、ちょっとそれが不気味だったんですけども、はい、なんとか4で勝ったという感じです、はい、じゃあ早速ですけども山中さんのコラムの方から一つ川柳を発表お願いいたします、はい、僕の方はもう完全にあれなんですけど、赤と黒、うん、威風堂々夏の宵、あのビジュアルですね、威風堂々っていうビジュアルがね、南側の自由席に座ってたんで北側の方が、まあ、はい、真向かいに見えるんですけど、はい、北側の威風堂々というビジュアルは非常に鮮やかでしたよね。もうアートだなというふうに思うぐらいでですね、ここまで凝っててしかも声を出すっていうところで、劇場型じゃないですけども、すごい観客も来てよかったなと思わせるっていう満足感がありますよね。その中はじゃあパトゥーム戦の優秀川柳を発表をお願いいたします。赤吉の第3章の幕が開く。
俺も第2章までもう済んじゃったけど、今度は第3章だと。今度勝てばもうアジア初の ACL 優勝3回と。もう当然あのサポーター側も完全に言うならば願ってるっていう、うん、その気持ちが非常に現れてよかったですよね。最後パトゥーム戦の山中一郎賞の発表をお願いいたします。これはいろいろね好みは分かれると思うんですけど、僕はこれは割と好きだったっていうのは言いますとですね、うん、微笑みの国に微笑み返す夜。タイというのは微笑みの国で有名ですから、今まで2回行ったことあるんですけど、皆さん愛想がいいという国でですね、うん、心落ち着くという感じがあるんですけども、勝敗はね僕らが勝ったんですけども、そのタイ側も一生懸命戦ってくれたということでですね、最後終わった後はお互い微笑みながらよかったねと健闘を称え合おうよという感じがですね、国は出てたなと思ったんで、これはいいかなと思う。パトゥームの端っこのところにしかいなかったんですよ、サポーターみたいな、アッパーの端みたいなところにしか。この前がコンブケでジョンブケの試合があったんで、多分そういう配置になっちゃったんでしょうね、うん、確か。だからそういう配置になっちゃったけど、それでも結構一生懸命応援したのは様子が見れるし、その後の友好関係じゃないですけども、試合が終わった後すごい綺麗な終わり方をしたっていうのが印象に残るんで、この句はいいなと思ったんですよね。最後ヤフーニュース見てたら、ヤフーニュースの中にこのレッズ川柳が取り上げられてたんですよね。あ、8月からはヤフーの裏切りの方にも転載させていただくようになりまして、ああなんだこれはと思って驚いて読んだらば、自分が書いたのがそのまま出てたってことなんですけど、あまりにも書いたらば大谷のニュースやってんのにこんだけの熱戦のことをやらなかったっていうことに対して憤慨したことを書いたらですね、 ACL 捨ててガラガラショータイムっていう句がそこに取り上げられてたんですよ。だ驚きましたけど、そう思ったってことで、ね、ラフでしかも結構頭の方に落ちたんで驚いちゃったんですよ。あ、はい、そんな感じで伝説の試合になりまして、現場には私もユージさんもいたんですけど、延長戦まで行って1回失点したじゃないですか、うん、もう完全にこれで負けたと思いましたもんね。ちょっと私も UG さんもちょっと落ち込んだんですけど、でそこからも再度盛り上がり、そうですね、同点とユンが決めると思ったけど、この試合だけは南が自由席じゃなくてアッパーにいたんですよ。南側もいっぱいになるかなと思って前もってじゃあ変えるところっつってバックアッパー買っちゃったんですよ。バックアッパーが余計に客観的にですね、両方の選手の流れが見えるわけじゃないですか。それで言うと点取られた後もレッズの選手はそれでも動きが良かったんで、まだ負ける気ではいないなっていうことは感じたんですよ、バックアッパーから見てて。僕らもあんまりねがっかりして諦めるっていうよりも、何とかなんじゃないかなって非常に楽天的な感じで見てたらば、本当にそうなったんで、あ、選手の動きだけでもまだ気合が残ってるか残ってないのか分かるなっていうのは非常によく分かりましたよね。じゃあそんな中でも山中さんのコラムの方から一つ線、はい、いいですか。北側のサポも戦う PK 戦、それでちゃんと勝ってくれたから良かったですよね、やっぱね。そんな中で長木戦の優秀川柳の方の発表をお願いいたします。テレビよりサポを呼び込む関根の声、関根がやっぱり呼びかけたっていうのは大きいんですよね。それ一人の力が本当に選手の後押しになるんで、ぜひ来てくださいというのが前日の会見かな、ありまして、それで3000人とか4000人ぐらい売れたとかいう、その中で山中一郎賞は本当これストレートなんですけど、あ、これはストレートだけど、はい、もうこういうんでいいかなっていうことで選ばせていただいたのが、これだからやめられないのだレッズサポ、こういうことが年に1回とか大体起きるわけで、いろんなことでやめられないですよ、宮田。まさかと、準決勝敗退だろうと、なんとかなんかなと思いながらも、多分ダメだろうなって気になってましたもんね、最後ね。これで来年はもう、次はフル装備にしなきゃいけないじゃないですか。2月26日が ACL の決勝第2戦です、ね。去年も今年もそうなんだけど、春先ダメじゃないですか。来年春先から結構気合い入れなきゃいけないから、うん、来年は本当期待できるんじゃないかなって気が非常にしましたよね。うん、8月のその中から最優秀ラズ川柳の発表を、じゃあ山田さんお願いいたします。最優秀どうこう言ったって ACL の準決勝を外すわけにいかないですよね。こんな試合はまあ年1回あればラッキーぐらいの感じなんで、そうなるとまあそこでトップになったこれを今回のってことで言うと、テレビよりサポを呼び込む関根の声、やっぱりトップにしないわけにいかないだろうと、今回に関してはね。もう一個言うならば、これだけの試合を本当になんで TBS 以外はほとんど報道しなかったのかってことは、未だに俺は頭きてますけどね。総評をじゃあお願いいたします。今回の場合はもう8月25日の ACL 準決勝につきますよね。こういう試合が今年中で見えるとしたらちょっとないかもしれないですもんね、はい、もうあと ACL の決勝が来年だから今年中で見れるとしたらルヴァン決勝があるかどうかだな。だって決勝に出てしかもすごい壮絶な試合まですると、それを超えるかもしれないけど、ちょっと今のところこの8月25日の試合を超える試合はなかなかねえんじゃないかなっていう実感はありましたね。こういう試合を見てると思ってです、
サポーターやっててよかったなっていう感じの試合でしたね、はい、そんな感じですけど、じゃあ最後山中さん、はい、告知コーナーということで告知をお願いいたします。フラーレッズ川柳2021はずっと売ってますけど、今年年内には2022を出す気でおりますんで、どっちみち ACL 間に合わないんで、ね、2022の最終戦までは見た上でまた出したいと思ってますんで、よろしくお願いします。でチャンネル登録していただくと次の動画編集頑張るので、こちらの裏木ちゃんの方もお願いいたします。はい、はい、じゃあ9月も山中さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。失礼します。